クフシュタイン・インスブルック線は、オーストリア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は300。ドイツとイタリア、および、オーストリアとスイスを結ぶ幹線の一部をなしている。なおホムページでは、ブレンナー線のオーストリア国内についても記載する。クーフシュタイン・インスブルック線は、国境線からローゼンハイム・クーフシュタイン線を継承し、 チロル州内でインガーに沿ってインスブルックまで続く。この路線はベルリンパレルム間のヨーロッパ鉄道軸の一部である。この路線の前身は北チロル国有鉄道である。オーストリアの鉄道技術者であるカール・リッター・フォンエは・エイは自分で現場を通さして経路を直した。その結果、土手道の代わりにインスブルック高架橋が建設された。1853年4月、 ベルグル・インスブルック区間の建設に、1854年8月、クーフシュタイン・ベルグル区間の建設に、国家予算が配置された。この路線は1858年11月24日、全通された。その後南部鉄道会社が、チロル国有鉄道の路線を引き受け、オーストリア国内の路線は1923年まで、この会社によって運営された。 オーストリア第一共和国時代に、シュタイン国船はインスブルック管理局に属していた。1938年オーストリア併合以後、この路線もドイツ国営鉄道に編入されて、ミュンヘン管理局に所属することとなった。1945年以後、連邦鉄道は再編されて、この路線はインスブルック管理局所属に戻った。2008年8月開通150周年。 記念行事がボルグルで行われた。線路容量の増大及びブレンネロ規定トンネルの建設準備の目的で高速新線がクンドル分岐点、フリツェンバテンス分岐点区間で建設され2012年12月9日から列車が通行している。シュタンス区間では地上の在来線が約5トルほど2つのトンネルの間に移設された。この路線では チロル運輸連合の料金システムが適用されている。夏季後系統がそれぞれ1日1往復ずつ運行されている。2017年以前はユーロナイトとして運行していた。概ね、東側はドイツ・オーストリア方面に、西側はスイス・イタリア方面に直通する。夏季に系統が運行される。夏季3つの系統に分かれる。夏季3つの系統に分かれる。 下記3つの系統に分かれる。下記4つの系統に分かれる。春インスブルック間は、下記 S4、S5 の系統が運行され、平日は15分間隔での運行となる。系統番号は、インスブルックを境に切り替わる。2017年12月開業。ありがとうございます。